ルル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 あの時計あの時計かどの時計作業部屋の時計が11時半で止まってるから窓ないやん、うん、夜中1時とかなってたまにパッて見た時にめっちゃテンション上がって窓ないってどういうこと。11時半じゃ外の作業部屋がね、昼かやるか分からない。 あそこの作業部屋ってこと。一瞬テンション上がるからまだまだできるっていう。でもその後なるほどね。じゃあいいやんけ、まあ、今いいことやな。いいことや、壊れてよかったよ。壊れてよかった。壊してそのままにしときって今んとこずっとそのまましてるから。壊れたもんな。そういうのええな。なんか大事。そういうのええか。そういうのええな。適当や。今マジ適当やった今。次のこと考えてたやばい。あるやん。壊れたか。そういうのええな。どこがええね。意味がわからん。他はない。他ある人。電気鍋が壊れた。どう。マジ。マジ。いや壊れたっていうわけでもないんやけど。うん、何人かで家で鍋してて、はいはいはい、え、ちょっと待ってと思って、うわ、うん、絶対これ爆発するわと思って、そのコードの根元のとこが一番熱いから、うん、延長コードをこうガーって部屋の外に出して、うん、いつ爆発してもいいように。扉をちょっと扉をまあこうほぼ閉めて。そんなお前すごいな。向こうで爆発しても最悪そのしないやん。どんだけ爆発すんのそれ。ハイハードみたいな。だってすげえ爆発した時にさ壊れて買い替えろよ。それでなんか痛い思いするのも嫌やし。やめろやその前にその鍋よ。いやもうだってもうそれで集まって持ってるからさ、ね、食材も買ってできるだけ絶対もうできるだけ離して、うん、でもなるべくそう部屋のすごいでそれはもうそれ終わってすぐ捨てたよ。で引くほど暑かったんだよ。分かった分かった。たまにあるけど怖いな。なるな。フランプール秘密の部屋。改めましてフランプールボーカル山村隆太です。ギターの坂井和樹です。ベースの天川元気です。リーダードラムスの小倉誠二です。フランプール、はい、もうすぐですね11月17日火曜日ゼップナンバーでライブあります、うん、フランプールリミテッドツアー2015ルーフプラン大人の屋根裏計画、ありますけども、そしてですねそれだけじゃございません、年末ですねフランプール初めてとなる12月30、31日に横浜アリーナカウントダウンライブ開催決定しております。そうです。はい。公式ホームページには特設サイトがありまして、皆さんから今年の思い出、今年1年、2015年の思い出とですね、フランプールのこんな曲を最後の年末に聴きたい、カウントダウンで聴きたいというリクエストも募集してます。はい。はい、ぜひ、覗きに来てください。いいね、うん。そして劇場アニメアジンの主題歌にも決定しております。11月27日から劇場公開されます。はい、その新曲ね、アジンの主題歌と、君が笑えば Just Like Happiness がですね、2016年の2月3日、リリース予定と。そうです。なっております。リリースが、まあ、決まりました。はい。はい、はい、そうですね。決まりましたね。はいはいはい。ね、夜は眠れるか、めっちゃロックな曲。これちょっといつかここでもかけたいけどね。かけたいですね。かけれる日が来たらちょっと。アジンという漫画がありましてね。そこね、もうかなりインスパイアを受けまして、うんそうね、これはフランプール新境地、これはでもなかなかないんじゃないですか。いろんなねロックの曲、うん、激しい曲やってきましたけど、ここまで激しいのは初めてじゃない。まあまあ、うん、行き切ったよな。行き切ったな、うん、もうアジンのためだけに。アジンは、ね、フランプールを捨てて。いやいやそんなことないみたいな気持ちも若干あったよ俺は。確かにね、うん、アジンにこう引っ張られて、うん、こう新しい自分たちの音楽ができましたんで、うん、それが、2月3日、来年2月3日ですね、冬ですけど、2月3日リリース予定。はい。なので、ぜひ皆さん夜は眠れる回、楽しみにしててください。はい。はい、そして夏の野外ライブ、映像作品化も決定しておりまして、ライブブルーレイ&DVD11 月18日リリース、フランプール真夏の野外ライブ2015、フォールーツ、大阪フィールズフォーエバーと。うんね、こちらも11月18日楽しみにしててください。ね、はい、もう、たくさんありますね。はい、もう満載ですけども、皆さんね、うん、ぜひぜひ、フランプルよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、一通りね、はい、この活動のね、報告も終わりましたね。終わりましたね。うん。うん。おにぎりでも食べますか。まあ、もうなんか普通になりましたね。先週の流れというか。うん。うん、
やろ。もうたここでこういうことがあるっていう、ね。結構喋ったね。結構ね、多めに言ったよね。はい。まあまあ、ボリューム。シングルのリリースも言えたし。はい、言えたからもうやっぱおにぎり食べよう。おにぎり、今回おにぎりですか。うん。おにぎりはもういろいろ種類ありますから。今日はおにぎりです。もう一番好きな何？おにぎり。おにぎり買うとして一番もうまずこれ絶対買いたいってやる。あのね、いろいろあんねんな。悩むな。時間帯にもよらん。まあ、気分とかね。朝と昼と夜中。あ、なるほどね。食べる時間によってね、変える。その一番なんかそのフラットなテンションの時は、うん、俺明太子いっちゃうよね。マジで俺もう明太子ほんまここ何年も食べへんだったな。買うことはなくなった。いや、明太子いっちゃうな。明太子はやっぱメインじゃないかもな。俺絶対あのあれ、最近鶏五目。ああ、でも。おぉ、渋いの。いや、でもね、わかるよ。俺、鶏五目俺だったって。あの、火薬みたいなやつだろ。そう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 。いや、あれはいい。うん、あれは俺深夜。あ、それ深夜。あれ深夜。そんなんあんねんな。深夜は鶏五目。うん、いや、でも。買えへんな。あの、炊き込みご飯みたいなやつやった。あれ美味しいよな。美味しい。あれ美味しいよな。あれ美味しい。行く？何よ。俺、鮭やな。鮭俺ね。俺鮭何年も食ってない。俺もう鮭外すな。鮭は俺を大鮭行くな。というわけで、ここもありますから。小倉さんの聞いたりや。確かに確かに。せっかくやから。あるな。せいじは。いくらかな。ああ。いくらね、いくら。いくらな。ごく稀にいくら、俺もいくらごく稀にかな。いくら昔めっちゃ好きやったけど。うん、もう無理やな。なんか、おにぎり。なんで？うん、しょっちゅう食うてたやん。少ないね、いくらが。わかる。わかる。いくらおにぎりのくせにおにぎりマジ少ないやん。わかるわ。ちょっとやんな。そう。確かに。まあ、ちょっとわかる。ここにいっぱい、今日おにぎりありますけど、どうですか、うん、これいっぱいあんねんけどさ、うん、このシェアしなあかんっていうのも。いやいやいや、まあ、気持ち悪い。一個食べていいやん。まあ、定番の昆布、たらこ、ちりめん山椒とかもあります。鮭とか、肉味噌。だから、かずきが全部食べてよ。いや、もうこれいらんやん、こんなんいっぱい。いやいや、いやいや、カズキの唾液の後俺食べない。いや、割る割るわ、そうやって割るから。ちゃんと割るから。潔癖やな、今日も潔癖やろ、お前やっぱ。エビマヨ。はあ、これどう思う赤飯。ある逆に食べたことある俺、赤飯俺ある。食べたいと思ったことないね。思ったことないよ。人生で一回も。人生でないやろ。家でたまに赤飯出た時のあの、もうなんか、うわ、赤飯かけようみたいな。いや、でも、それはね、嬉しい。俺、嬉しかったけど。ちょっと家で赤飯とか出たことないけど。え？家で赤飯出たことないけど。じゃあもう赤飯行こうや。赤飯はでも美味しくないよ、俺。いつぶり？いつぶりっていうか、美味しい、あのね、うまいよ。いつぶりかよ。10年以上ぶりちゃうこんな。なんかさ、もちっとして美味しいよね、うん、意外と。意外と来るかもしれない。俺も10年ぐらい食べてないかも。うん、結構好きやで。割れや全然割れへんやんか元気怒るから。全然割れへんやないかまだあるやん、食べるとこは。気にするからもう、なんで割れへんねん、お前。いや、もう俺、潔癖症やねん。このあんこみたいなの無理やねん。いや、潔癖症じゃない。カズキの唾液は気持ち悪い。待てよ、お前。確かにな。あんこって。あんこみたいなの無理やねん、豆。あー、そうや、あんこ嫌いか。うん。うまい、うまい。いや、これもちっとしてて美味しいやん。でも、餅米やからうまいねんって。普通の米じゃないから。でそれ言ったらここにある、舞茸おこわとかさ。いや、これ絶対うまい。まあ、舞茸おこわもさ、俺もわかる。すごい美味しいやん。うん。うん、あとこの、わからんわ。いや、焼き飯は？焼き飯。食ったことないけど。うまいな。いや、これうまいよ。うん、焼き飯うまいよ。ラーメンに。俺だ、うまいって言ったら食えや、自分で。じゃ焼き飯は絶対うまい。焼き飯。なんで口で行くの遅い遅いよ。もっと甘いよ、甘さ、お前。はよ、突っ込めや。珍しい、珍しいわ、逆に。何考えてたんや。ええ匂いなと思って。何ボケーとしとんの。なんか、この匂い何の匂いやったっけなって。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいのめちゃくちゃうまいな、これ。うまうまうまこれうまいわ。すごいね、これ何やろこのなんか、だしみたいなのがうまいな。うまい。これ最高。うまい。これ最高。うん。パサパサ感もあるし。チャーハン。チャーラン。チャーハン。チャーラン。パラパラ感。チャーラン。パラパラ感ね。パサパサ感ね。パラパラした感じで。で、この中で今んとこ一番、チャーハン来ましたやっぱ。うん。うん。すごいね。意外に、ここ組むね。チャーハン美味しかったな。うん。チャーハンもかった。これが一番メンバーの中で美味しかったです。一曲かけよう。わかった。ご飯の歌。ご飯の歌。おにぎりの歌よ。あ、おにぎりの歌。なんやろうな。米の歌か。マイホームタウン。なんか、
白いおにぎりが見えてくる。塩おにぎりが。そうでしょうか。なんかまあ田舎っぽい。昔ながらの感じかなんか。確かにな。おにぎりって言ったら。じゃあ聞いてください。ここで一曲。マイホームタウン。ABC ラジオ。フランプール。秘密の部屋。やね、まあ、お前どんだけ甘んねん。ここで、メール紹介します、大阪市は住之江区、鈴さんからいただきました、フランプールの皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。そして改めてデビュー7周年おめでとうございます。ありがとうございます。7年前私はまだ中学1年生でした、その時から今も皆さんのことが大好きですが、うん、特に、うん、和樹さんのことが大好きです。まあそうでしょうね。まあまあ聞いてみよう。まあまだまあまだ文章あるから、メール内容。うん。でも、最近、少しだけ不満を持っています。どうしたんや。それは、和樹さんのリバウンドについてです。何が不満やビジュアル面で姿を見せなくなった時、すごく寂しくて、けど、痩せてさらにかっこよくなった和樹さんを見た時は本当に嬉しかったし、もう二度とこんなことはないだろうと思っていたんですが、見事な感じでリバウンドしましたね。あの頃は一体何だったんでしょうか。私の寂しかったこの気持ちは何だったんでしょうか。じゃあもう秘密の部屋やけど、お前今何キロかやろ。じゃあそれだけは絶対やりたくない。そんなんしたら体重ありますか。そんなんしたらいいけど、俺本気でへこむ回なんですよ。いいよ、だから、だから、再来週やる。そこまで、ね、そこまで頑張ってこいやん。いいよ、そう、頑張っても変わらんて、ね。いや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 。変わらんて言いやんない、お前自分で。そこはさ。頑張れや。変わらんて頑張ってこい。頑張れや。さあ、じゃあ、わかった。全員やろ。俺らも嫌やん。うわ、俺それやばい。いや、そんなん言っても、そんな俺が一番いい。全員頑張られたら俺なんかあんま変わらん。全員やろ、全員。全員やろや。だから俺も嫌やもん。いや、俺も嫌や。今の体重とか。やばい、やばいぞ。自分ら何も嫌と思ってないやろ。アホ。思ってるわ。いや、ヤムラは思ってるかもしれないけど。どういう意味やねん、お前。ヤムラは思ってるかもしれないけど。どういう意味やねん。ここの体に関しては何も思ってないと思う。違って、公式で出てる体重って結構昔やから、すげえ軽いのよ。公式で体重なんか出てんの、うん、出てるよ。出てるな。身長体重出てんの出てる、出てる、確か。プレッシャーある。その当時のなんかないん。ヤムラ59ぐらいだよ。俺60。あかんわ。俺60。あ、当時あ、じゃああれ、ほんまデビューしたぐらいの時。そう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 。その頃のがさ、多分どっか乗ってる。うわ、なんかしらあるやろな。ちょ、そうやな、58ぐらい。俺61とかやもん。マジ、うん、お前 61? うん。俺らも嫌や。じゃあやろうやろう。じゃあやろう。だから、和樹のためにやろうや。確かに。でもええやん、ええやん。ライブもあるし。ちょうど体力つけなあかんから。ええやん。体力減るで俺の上から安かった。俺の安から体力減るでいいから。鍛えろ、だからあかんねん。完全に体力減る痩せ方するけどいい、それでも。またぎっくり腰だ。4枚でまた。そんなライブできひんって言われるやつや。病気とか出てくんで俺いいけど。やれやれよ、お前。ね、やろ。全然やりましょうじゃん。お、ええの、ほんまに。ええ、知らんで。だから、誠治はもうなんなら審査員でもいいぐらいやん。あ、なるほどね。別に。なんならちょっと太っててほしいし。確かに。これで、多分ちょっと太ってあのね、これで頑張らんといってほしい。余計にね、余計ね。ライブもあるからね。確かに。鍛えるという意味では増えた方がいいわ。だからもういいやん。ジャッジも。審判だよ。審判で。おしゃれ。え、それじゃあどう決める？どう？その、減量値とかで決める？いや別にもうなんか、ただ、さらすだけ。だ新しいデータを更新するってことやろ、表向きの。そう、表向きのデータを更新しよう。よっしゃ。だからちょっと身長系とかあります？こんなバンドマンおらへんだよ。じゃあだから、体重発表するので。身長系とかもあるって。ちょっと身体測定しますか。じゃあ。あ、みんなやる。スタッフもやる。え、みんなやるの？スタッフも？あ、スタッフさんもみんなやる。あ、んで全員の分晒しますか。フェイスブックでね。あ、いいな。それな。今日？今日？うん。いやいや、今日は、いや今日はちょっと、それはもう結果だけにしましょう。結果だったら、今日は多分数、うん、俺だって本気でやばそうな気がする。逃げるやつやで、俺。あの、ほんまに女子なんで。そういうとこ多分そこで気持ち折れたら多分再来週もどうでもよくなる。一回再来週たら俺もうどうでもよくなる。確かにね。隠しときたいタイプ。隠すよ。行きたいな、こいつは。すげえで、これなんなんな。テレビにしよう、これなんか。いやいや、もういいよ。ここで、秘密の部屋だけのやつや、これ。すげえことになってきたよ。まあ、これは大きくなるとどうなるか分かりませんけれども。俺もちょっと。もうファンを悲しました。あかんほんまに。すずちゃん。あの気持ちは何だったんですか言われてるから。で、上半身裸の写真あげる。ABC ラジオ、ランプール、秘密の部屋。
今ラジオを聞いてくれてる人にメンバーの秘密を一つバラします。メンバーの酒井和樹は最近してます。待てフランプールは嫌いにならないでください。待て待て。山村が木を切る。ヘイヘイホー。ヘイヘイホー。こっち見ながらやんだよ。ハンサムな親父だよ。ヘイヘイホー。めっちゃこっち見てんだよ。あとめっちゃ尺取るな。毎回思うけど。そんな食べんなよ。こりゃぶら、お前。何円かけてニヤ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 、お前。お前は日本人の心ないか。ちょっとなんて思ってる。心。日本人心やろうが、お前。ここや、ここ。心や。はい。ということで。はい。あなたの心を丸裸、心理テストのコーナーまあね、やりますか。1分尺取ったね。さあ。来ましたよ。はい。はい。初めての試みでございます。心理テスト。うん、どうですか、うん、心理テストとか。やります？いや、まあ、でもなんか楽しいよね。うん、嫌いじゃないやると。嫌いじゃないですか、うんうんうん、やると楽しいけど、うん、なんか、あんまりその当たったイメージはないけど。うん、その心理テストでね。うん、まあ、だから今回もちょっと心理テスト用意してますんで、4人でやってみましょうよ。僕が出しますんで、皆さんちょっと答えてくださいね。はいはいはい。じゃあ行きましょう、一つ目。はい、うん、動物を飼うことになりました。それはどんな動物で、飼い始めはどんな性格ですか？そして、これからどんな方法でしつけていきますか？山から行きましょうか。もうパッと思い浮かんでも言ってください。はい、思い浮かんで。何飼いました？ちょっとなんか変なの。ワニ。ワニを飼いました。爬虫類がいいかな。ヘビとか。はいはい、ワニ。で、何やったっけ？性格。どんな性格ですか？おとなしい。おとなしめのね。うん、で、何しつけ方、うん、どういう風にしつけていきたいか。え、なんかもすげえ手なずけたいね。もともとおとなしいのをさらに手なずけた。そうそう、もう従順させんだよ。こんな、うん、芸もいっぱい教えたいな。ああ、虫縛りつけるタイプやな。次いきますか。先生、元気さん。鳥。鳥ね。鳥、はい、どんな性格ですか？なんか部屋中で糞をする。ああ、結構あれって、ね。結構あれ気味の鳥ですね。話が言うのかな。どうします、その鳥。どういう風に。なんか喋らしたよね、やっぱ。あ、インコだ。ああ、なるほどね。オウムだね。そうね。いろいろ覚えさせたり。なんか、オウムかもわからんけど。喋、うん、らん鳥でも喋らしたい。ああ、そういうしつけをしたい。夢あるね、なかなか。なんか、ね、わかった。アンジェリーさん。まあ、猫ですよね。うん。で、性格、人好き。うん、どんな方法でしつけていきますか？もう自由に。ほったらかし。ほったらかし。ほったらかしね。だから、怒ったりとかもせずに。カズキは？僕、ゴリラ育てたいと思います。いや、お前、なんかさ、答え知ってって言ってない？いや、お前、ほんまに知らんの？ほんまに知らん。ゴリラ？ゴリラ？なんでゴリラ？パッて出てきたんだ。人間にさせたいなと思って。ちょっと俺と近いな。いや、ちょっと近かっただから。ゴリラを。どんな性格な？で、ほんま、はじめはほんま、毎日喧嘩するぐらい。殴り合い、毎日殴り合いみたいな。あの、ね、あの初日で死んでます。ゴリラダメんだよ。ゴリラと殴り合いするぐらい仲良いけど。一死ぬからな、ペットと喧嘩する。ほんまにこう、友情みたいな、うん。ほんまに人と人みたいになれるっていう。人と人、友達みたいになる。友達みたいな、ほんまに友達みたいになる。もうペットじゃないんや。ペットとかじゃない。なるほど。親友。同居人やじゃん。同居人になる。で、これの答えは何のあるの？これの答えが、さあ、発表しますね。まあ、みんなもね、こうやって聞いてる人もね、聞いてる人もやってみてくださいね。はい、じゃあ、ちなみに答えですけども、はい、動物の種類や性格は、誘惑されたいと思っているタイプ。あ、う、あ、ん、そうなんや。女性で、例えば異性からってことでしょ、うん。異性の好きなタイプってことですよね。誘惑されたいと思ってるタイプ。誘惑されたい。だから、こんな人に誘惑されたい。まあ、誘惑されたい。まあ、理想かわからんけど、なんか惹かれちゃうってことじゃないの。うん、好きになってほしいってことじゃない、その相手に。誘惑されたら違う。自分が好きになるというか、惹かれる。難しいのかよ。日本語が。してほしいって言うだろ、うん、こういう人に誘惑されたい、自分誘惑されたいってことだろ。そうそうそう。ワニ。ワニみたいな人に。俺ゴリラみたいな人に。別にそれやな。ゴリラって別に顔がじゃないやろ。そういう人ってことやろ。やっぱ。
ゴリラ男やってなんでゴリラで男なんだ。男やろゴリラ。疑惑がまた浮上した。ムキムキやんけゴリラ。ゴリラにはなれへんやん。しつけの方法が誘惑されたい方法。誘惑されたい方法。だから俺やったら友人みたいになりたいってことはそういう。フレンドリーに接して、誘惑されたいってことだろ。毎日喧嘩してってことじゃないの。毎日喧嘩して、対等になりたいみたいなことじゃないの。いや、違う、だって殴り合って、だって初めは殴り合ってんのやろ。うん、初めは殴り合ってるけど。あ、そういう人。殴ってくるような人がいた。殴り合って、殴り合って、殴られたいってことで、その最終的に、なんか仲間みたいになりたいの。そうやね。っていうことになる。あ、そういうことか。うん、SM やったな。いやマジでさ濃厚やねんけど濃厚って何やねん男とかちゃうからな殴ってくるよ男やろ殴ってくるよ殴ってくるようなやつやけど最悪やもう男何やったっけゴリゴリやちゃうよそんなんちゃうよ名前山村さんがねワニでおとなしいあれおとなしいやわでどういうことやろどうしつけたんやったっけどうしつけたいやったっけだからもう芸とか全部覚えさせたいって言ってたよ。あ、そうそうそう。芸とか覚えさせたい。従順に。だから、うん、ワニみたいな。もともとおとなしいけど、もっと自分色に染めたいってことやろ。っていう誘惑のされ方やろ。なるほどね。うん、あ、俺が、あ、そっか、そういうことか。俺が芸を教えられるってことか、うん。うわ、そういうことなんや。おとなしい人に、え、そんなこと教えられてくれるんですかっていうのをやられたいってことやろ。おとなしく見えてたじゃない。おとなしく見えてんのに。うん、見えてたのに。ああ、深いなぁ。S ってことやな、その人は。裏返しや。その人は S なんや。実はね。いや、まだ M が。裏の顔は S で。なんか。そういうのに惹かれてんねん。いいやん。なぜ、なぜ、なぜ、俺ゴリラに殴り合いして、友情見る。ゴリゴリ。おもろいなぁ。はい、次、次行くよ。おもろいなぁ。さすがやね。ある雨の日にタクシーに水をかけられました。そのタクシーに向かって何て言いますか。もうこれ思いついたやつ行こう。うん、はい。おいって。おいね。ああ、これはもう服、これどこの先どうしたんやの。今日どうすんねん。うん、結構長めやね。弁償しろ。弁償しろ。うん、水って言う俺じゃ。水水水ね。水水って言う。オッケーオッケー。これ何の答え。何。この答えなんでしょう。恋人との別れの時にあなたが恋人に言う言葉。弁償しろ何をやろあ、まあ、弁償しろ俺の青春をかな何かがあったんかなそのどういうことなんやろな俺の青春を返すよそれ、うん、この傷を弁償しろ慰謝料みたいな取るタイプやお前あなるほど怖いタイプやん、うん、怖いわいやいやいやポイはポイポイ取りそう取りそうもう取るかな弁償しろみたいな山村は山村山村なかった どうすんねんこれ今日どうすんねんあね、あこの先どうすんねん確かに長かったよな、うん、なんかだからめめしいタイプよそうやなあなるほどねネチ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 言うタイプか、うん、あそうかも面白かったいいまあでも面白いね心理テスト面白かったはい、まあ、というわけでね、まあ、世に出てみましたけども、うん、ということで心理テストのコーナーでした ABC ラジオグランプール秘密の部屋今日は秘密の部屋聞いてくれてありがとうございますやばいやばい最後に一言だけいいですか。まさかまさか。みんな大好きです。出たよ。恥ずかしい。1008 ABC ラジオがお送りしてきました。フランプール秘密の部屋番組の中でお送りした曲はフランプールでマイホームタウンでした。はい、この番組では皆さんからのメッセージ、質問などなどお待ちしています。宛先は郵便番号 530-8010 ABC ラジオフランプール秘密の部屋の係メールアドレスは fl@abc1008.com fl@abc1008.com 番組ホームページそして Facebook もありますのでぜひぜひ覗いてみてください Facebook 覗いてくださいそれではまたこの秘密の部屋でお会いしましょう。お相手はフランプール、ボーカル山村隆太と、ギター坂井和樹と、ベース浜川元気と、リーダードラムスの小倉誠二でした。それでは皆さん、また来週。